さんと、まあ、一番最初に会ったのが実は浅田彰さんに紹介されて、あのまだ痛いけなあの青年だった時に、あのこの人は素晴らしいからということで吉田屋で紹介されたのを覚えています。でその時に非常にまあみずみずしいドローイングをされていて、そのことを非常にフレッシュに感じたことを覚えています。でその後まあいろんな展開をされて、あのマテリアルだとか、まあ、今の私たちの知覚の問題、それをあの様々なそのマテリアルを自分の中で通してその知覚のズレとか歪みっていうことを表すことによって、あの現代的なあの私たちの知覚意識っていうのを表すということで、とてもこうコンテンポラリーなんていうイメージで出てらして、やっぱり私はマテリアル使いのマジシャンで、私たちのパースペクティブをまあいろいろ変えてくれるマジシャンとして、あのとてもそういうあの名和さんのあの表現の特徴をそういうふうに捉えていたんですけど、まあ、東京都現代美術館であの個展をしていただいて、まあ、その展開を見せていただいたんですけれども、その時の名和さんが本当にいろんな意味であの構成を考えてくださって、あの本当に名和さんの全貌がその時に見えるような個展だったと思うんですが、その時のこう感想とか、うん、どういうふうにやるのとか、なんか達成感とかどんな感じでした？そうですね、東京都現代美術館はあのシンセシスって言って、あの震災直後 の, あの2011年だったんですよね。で僕がちょうど創作を、まあ、発表し始めて10年の節目だった。でちょうどそれから今10年経って、あのちょうど今サンドイッチっていうスタジオも10周年迎えたわけで、まあ、本当にあの自分の創作 の, あの 全体の中でもあの東京都現代美術館の個展っていうのは一つの節目だったな。でそれまで の, あの、まあ、大学でこう博士論文とか書きながら彫刻の方法論とそういうマテリアルの使い方っていうのをいろんなこう自分なりのこう表現を立ち上げて、それをまあバンって全部を公に発表できたのがあの時だったのかなと。で、まあ、あの年にやっぱり震災があって、え、まあ、日本のこう社会にもいろんな衝撃があって、あの建築家とかアーティストたちもこう、まあ、考えが揺らいだというか、こう、まあ、一つのショックを受けた年だったと思うんですよね。でその後やっぱりあの僕自身も、まあ、無意識だったのかもわからないですけど、やっぱり そこから新しい作品が、それまでにはなかったような作品がずっと出てきていて、でその、ダイレクションという重力で描く絵画とか、あとフォースっていうその重力を視覚化するようなオイルが降り続けるようなあのこう止めどない状態ですね。その流れ落ちるオイルをただ見るだけっていうような作品であるとか、あと地面からこう泡が出続けてフォームっていう、こう有機体みたいなものをたあの形成するものとか、そのシンセシス以降にずっとインスタレーションとして現れてきて、で10年が経ったっていう印象で、だからなんかそのフォーシンセシスっていう古典の以前と、まあ、以降と、まあ、大きくこう分かれて見てみると、やっぱりその社会の、いろんな出来事とかこういう、まあ、環境と人の意識みたいなものが無意識なりにも作品に現れてたのかなっていうふうに感じます。で長谷川さんとその2013年にはあの犬島であの瀬島さんが設計したエフテっていうこうイオタっていう作品を作っていて、であの作品もやっぱり未だにすごく僕の中で大きな存在として残っていて、やっぱりあのライティングがすごく制限されるので、あの華やかなライトを当てることができない、そういう、まあ、エコロジカルな環境の中で何ができるかっていうことだったんで、うん、あの一箇所だけライトを使うことを許してもらって、あの巨大な本当に、まあ、ある意味で中からあのいろいろなエネルギーが炸裂するような本当に宇宙とか生命の始まりのような形を作ってくださって、うん、でそれが、まあ、FTA がやっぱり始まりじゃないですか、うん、だからそういう意味でとてもあの象徴的な物語の始まりにしてくださった。でやっぱりその両側に、まあ、そういうふうに、まあ、ファウナとそれから何でしたっけ、もう一つフローラっていうその、まあ、動物とそれから植物、そうっていうことで非
常に象徴的なあのものを作ってくださって、だから桃源郷っていうストーリーもあのあれを見て初めてその後の展開であの納得のいく展開ストーリー展開が他のアーティストに関してもできたので、あの作品はやっぱりとてもあのキュレーターとしてあの全体を作る私にとってもあの非常に刺激的でした。あの年って、ね、あのフォームも愛知トリエンナーレの、うん、そうですね、よかったですね、あれ、あわわで、うん、あのタワーのインスタレーションも発表したのもあの年ですし、あとマニフォールドって韓国の大きな、はい、地面からこう分出するエネルギーみたいなものも、うん、あの年でしたし、結構あの年はその震災の後のなんかこういろんなこうもやもや考えてたものがどんどん出だしている時期なのかなと思います。だから多分ノアくんの身体っていうのはいろんなことをいろんなアンビエントを吸収している無意識の時に吸収して食べ込んでるんだと思うんです。あのある意味で、まあ、他のエネルギーっていうのを別のところにうまく誘導して外に出してあげる、うん、まあ、そういうふうな一つの軌道が働いているのかなとも思いました。だからそれが実はその先も続いていくような半歩先の未来を行くようなあのそういう出力になっていくで、どんどん先につながっていく。シンセシスの始まる直前に、うん、最後ギリギリに間に合わせた作品がスローンって言って、こう瓦礫を集めて立ち上げて小さな男の子が座ってるっていうのが、自分でもこう、まあ、衝動で作ったのであんまり意味が分かってなかったんですけど、それがその後2018年に、まあ、ルーブルのピラミッドの中に、ね、まあ、新しい形になって、でそれはそういう AI とかコンピューターとか新しい知性みたいなものと権威みたいなものを重ねてあの発表することができて、だからなんか自分自身が結構こう衝動的に作ってるものって後からなんか意味が分かってきたり、後からそういう社会とこうシンクロしてきたりする、それがアートって面白いなって思う、うん、あとはその、うん、そのシンセシス直後にあのダイレクションってペインティングを書き出したんですけど、なんかねあれもねこうあの時結構メルトダウンで、こう福島のことがすごいみんな、うん、社会的に不安だったじゃないですか、うん、であのデブリがどうなってるのかって、うん、今でもまだ計測もできず、うん、その科学者とか想像することしかできないじゃないですか、うん、まあ、それがあのチャイナシンドロームみたいにずっと熱によって岩盤も溶かされて地球の中心に向かってずっと降りていくっていうのを想像したら、その止めどなく落ちていくっていうものとして、そういうフォースとかダイレクションみたいなイメージもあって、それでその重力とかあとエネルギーのことの関係と生命の関係っていうのもあのいろいろこう思いを巡らして、なんか建築とか舞台のパフォーマンスアートとかもその後作っていったっていうのがありますね。建築家もそうなんですけど、ナーコは基本的に彫刻家じゃないですか。彫刻家ってやっぱり重力ってものすごく大事なこと で、そのことによって制約される表現が、あの形が決められてしまうのも多々ありますけれども、うん、その重力を別の形で変換して考えることによって、逆に言うといろんなメディアムに展開していける、うん、まあ、そんな感じがします。だから近代の彫刻っていうのは、そういう重心とかバランスとか、形とかっていうのをどうやって表現するかっていうことが追求されて、うん、で僕は その次の彫刻を作るにはどうしたらいいか、うんうん、でその重力からどうやって解放するかっていうふうに、まあ、思考が向いてたんですね。それでそのレンズで覆って、一つ一つのレンズの中にその表皮を映像化することで重力から解放するっていう、うん、そういうピクセルっていう彫刻その時に生み出しましたし、あとその 3D のモデリングによって彫刻を生み出すってなると、うん、もう最初から無重力の空間で造形の作業をするので、その無重力空間で生み出された造形と現実のギャップとかズレみたいなものが、そのリアリティのズレを楽しむっていうことも今は
ろんな表現方法としてあり得るのかなと思って、やっぱそこのこうコントロールを どういうさじ加減でやるのが面白いのかなということを今追求しているところです。だからあの前もおっしゃったと思うんですけど、もちろん 3D ディスクってそのまま成形するんじゃなくって、ご自分の手仕事であの本当にあの細かいニュアンスを出していくっていうところもあって、あの私たちからするとかなりこのオーガニックな形っていうか、いろいろなエネルギー体とか流動的なものっていうことをあの表しながら、あのご自分の手のクラフトマンシップマニエラと直感的なものと、それから最先端の技術を合わせていくみたいな、そのバランスがなんかすごく見ていてあのかっこいいなと思います。フォームっていうのはあの長谷川さんのキュレーションでジャポニズム、そうですね、パリであの大きなフォームインスタレーションさせてもらいましたけど、あれもやっぱり あそこで僕が用意するのは水面とそこ泡の出口だけなんですよね。でその 泡の出る位置とそのこう空気の量をコントロールするだけでこうボリュームが現れていく。だからその造形するんではなくて、その素材に任せてその成長を見守るようなインスタレーションとして、ね、あの作っていました。いやだからまあ生命体の生きている彫刻ということもできるんですけれども、やっぱりまあ自分でセルフジェネレートしていくっていう、そこのオペレーションでやっぱりそのプログラムがきちんとなされていて、でもそのプログラムに従わないバグみたいなものが外の環境によって与えられていく、で人のあのビヘビアによってもあの影響される、まあそういったようなことがやっぱりあのとても本当に今のコンテンポラリーな私たちを取り囲んでるエコロジーの関係っていうのをあのうまくリフレクトしている作品だなと思いました、うん、だからあれはやっぱりその日本人と、まあ、一つの自然エンバイロメントをどう表現してきたかっていうことが隠しテーマでもあったので、あのそれが最後にああいう形であのまとめていただいて、で多くの方たちが圧倒されるっていう形のエンディングできたので本当に良かったです。であのでやっぱりそのあのフランスでは見せていただいたんですけれども、最初の ZKM であの、まあ、見せていただいたあの多くの方たちがコースに対して、まあ、本当にそのポンピドーメス の、あの MRB の館長もあのどの方も大変あの作品に向けて、まあ、関心を持たれたんですけれども、あれについてはどう思われましたか？あれはシリコンオイルっていう素材に大学院ぐらいの時に触れて、泡が消えやすい液体は何かっていうのを調べて出会ったんですね。消耗剤として使われてたんですけど、しかもその揮発しなくて、温度とか、まあ、温度がマイナス30度でもプラス30度でもその液体の粘度とかこう特性が変わらないっていう強靭な素材で、だから、まあ、これで何ができないかなってずっと思ってた素材だったんですね。あのこれをいつか大量にこう振らせないかっていうイメージだけがあって、それが実現した一つの作品だと思いますし、まああれやっぱドイツで発表した時にそのなんかまあブラックレインだっていうすごい批評的な見方がやっぱあるんだなというのは思った。僕自身はそのブラックレインとして最初表現しようとは思ってなかったんですけど、そのやっぱバイナリーコードであったり、その情報がものすごいスピードで流れているようなものを目の前にただただ見ているようなあの状況とか意識を表現しようとしてたんですけど、で、それもだから無意識なのかもしれないけど、そういうところに表現って入って自分が生きてきた文脈の中に出てくるんじゃないかなっていうのは思いました。まあ、一つはやっぱり言ったみたいにそのやっぱりバイナリーのバーコードみたいなのもあるし、でもう一つはその、あのモダニズムの、まあ、ニューマンみたいな垂直のジップということで、まあ、それに対する一つの、まあ、批評的なオマージュってもあったと思うんですけれども、それは私の方で解釈をしていたんですが、やっぱりあの尊く流れていくマテリアリティ、しかも圧倒的に静かじゃない、でしかもかっこいい、うん、で、振られる感じっていうのは、振られる
ってやっぱりそのプロセスでいろんな感情を喚起するんですね。やっぱり長いこと見てられるところも含めて。だからそうするとそこから現れてくる一つの物語の中にやっぱりあの黒い雨ってのがあったっていうのは、うん、あのとても私は象徴的で興味深かったですね。だからやっぱりある意味で抽象の力というか、うん、いろいろなものを喚起させてくれる力であり、でも本当にそれがあのいろいろな意味での豊かさをあの見る方にもたらすっていうのはあると思います。天井に穴が開いてて床にずっと降り続けているっていう状態で、まあ、オイルがこう一本の筋につながるんですけど、うん、それってもうどうしようもない、止められない状態じゃないですか。でそれってそのこういう消費の社会とか、あと、まあ、今、まあ、この100年ですもう石油の時代で、石油がずっとか重油とかずっとこう 何十万トン毎日消費されて、それがなんか止められずにもうただそれを傍観 してしまっているような状態だと思うんですよ。で、まあ、それその100年で、まあ、環境が変わってしまったり、まあ、いろんなこう無理が生じているんだけど、それってやっぱり突き詰めていくとその石油とかオイルがずっとこう消費されているっていうの結果だと思うんですよ、うん、だからなんかそういう、こうオイルが流れ続けて止められないし、そのただ眺めてしまうっていう感覚自体も、まあ、なんていうかそう半分恐ろしいような感覚だと思ってて、なんかそういういろんな見え方ができる作品だと思います。うん、あのキュレーターとしてはあのコロナの時期にね、アーティストが自分の中で内省的に、まあ、ずっとスタジオにいながらどういうことを作ってるのかな、考えてるのかなってことでも興味があったんですね。その時のこう心境というか教えていただいていいですか？そうですね、僕あのコロナでまあ、ちょうどダミアン・ジャレット舞台の美術もこうやってたんですけど、そのパフォーマンスアートのプロジェクトが全部止まっちゃって、で僕も海外にあまりこう行けない状況に去年になったので、うん、まあ、スタジオでできるだけやれることをやろうと、それでペインティングとか新しいシリーズの彫刻っていうのもどんどんこう進めていって、でそれを一つの空間で体験的に構成したのがオラクルっていうジャイルで行った展覧会なんですけど、ブルーシードっていって紫外線レーザーで植物の種子をこう描いてで消えていくっていう作品も、あれも実はシンセシスの時にやってみたかったでテストしてたんですけど、まあ、コンピューターのスペックとかプログラマーが見つからなくてできなかったんですけど、で白木君っていうプログラマーがやっぱりとの出会いによって実現したっていう、いやあれは本当に素晴らしかった、とても不思議でしたし、本当にちょっとおおと思いましたね、うん、でその後明治神宮も見てもらったんですよ、華やかな、もう本当にコロナでいろんな制限があって皆さん本当にある意味で、でもあの方によって随分本当に華やかさと記念祭にふさわしい様子が実現できたのかなと思います。本当に喜んでいらっしゃいましたね、そういう方たち。南神門に作品が入ることも初めてで、うん、昨年祭の10日間だけの展示だったので、うん、やっぱりもっとこう延長して展示できたらよかったんですけど。いや、でもやっぱり非常にさっき言ったオーガニックで未来的なディテールと、それからやっぱり神宮にある神宮にふさわしい品格っていうのが出ていて、本当に未来的な本当にセレブレーションというか、シンボルとしてふさわしい形になってたと思います。うん、だから見飽きない感じでしたね、そうですね。うん、とその京都の物資とか、その架空の職人さんたちとコラボレーションできたのが面白かったですね。京都でね、サンデッチっていうスタジオやってて、うん、だけど、京都でその伝統工芸の工房っていっぱいあるじゃないですか。うんうん、だけど今まであんまり繋がれてなかったんですよね。うん、そうですよね、本当に。すごいパラレルに伝統工芸と現代美術って存在してて、そこがもう少しこうなんか連携するだけでも新しいことが起こるんだなと思いました。うん、あれで
コンピューミスがバンさんだったじゃないですか。今度はセーヌ川のセガン島のバンさんの建築、はいはい、シアター、はい、あのシアターの横に大きなエンティルを作ることになって、あ、そうですか。で、来年の夏ぐらいを目指して作ります。でもパーマネントになるんですね。そうです、うん、やっぱりパーマネントってアーティストにとってすごい大事で、あのテンポラリーな展覧会もいいんですけれども、やっぱりずっとそこにあり続けるっていうことはその場所のコンテクストとか歴史の一部になるってことなので、あの本当に素晴らしいと思います。おめでとうございます。では今日はどうもありがとうございました。楽しいお話聞かせていただきました。今後も頑張ってください。